皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。創作欲チャンネル、動画のご視聴ありがとうございます。まあ今年もこの季節がやってまいりました。はい、こちらですね、特待券でございます。というわけで今年もですね、ザリガニを釣りに来たわけなんですけど、まあ、あの場所はですね、まあ去年と同じで、北塩原村某所なんですけれども、まあ今日はですね、ちょっと朝から天気が悪くて、雨がちだったんですけど、今はちょっと晴れ間も見えてきて、日がちょっと差してる感じなんですけど、まああのこの後また雨の予報があるんでね、まあその晴れてる間にザリガニを釣りたいなと思うんですけど、はい、ちょっとさっきちらっとこう見た感じだと、あれあんまりいないかなーっていう感じがするんですけど、まあとりあえずあれですね、餌をこう入れてみて、寄ってくるかどうかをちょっと見てみたいと思うんですけど、まあとりあえず今年もザリガニ釣っていきます。はいはい、第一の池なんですけど、多分去年この看板はなかったかなと思うんですけど、まああの内ザリを、まあ、生きたまま持っていかないとか飼わないとかいう注意書きですね。はい、で池の方ですけど、まあ去年と同じでちょっと濁ってるんですけど、ザリガニは基本夜行性なんでね、あんまりこう表には出てはいないんですけど、まあ、この辺に餌を落とせば出てくるのかなという感じですけど、まあ、この岸のあたりちょっと後で餌を落としてみましょうか。はい、でさっきの池と道路挟んで反対側にある水路ですね、こちらは、まあ、水は透明なんですけど、ちょっとこう赤茶けた感じなんで、ちょっと水が向こうよりは汚いのかなっていう感じはしちゃいますけど、はい、内ザリさんいたんですけど、これは死んでますよね、完全に。うん、ちょっとパッと見見当たらないんですけど、やっぱ昼間なんで巣穴に隠れちゃってるか物陰に隠れている可能性が高いんですけど、はい、岸に何やらザリガニの殻がこうバラバラってあるんですけど、これは人がバラして置いてったのか、あるいは何か小動物が食べて、砕いちゃったものなのかちょっと分かりませんけど、なんかこう殻が散らかってます。はい、そしてさっきの水路からこっちにつながっている池なんですけど、今年はですねこの辺ちょっと藻がこう広がっちゃってて、この下はちょっと見えないんですけど、で去年結構取れたのがそっちの方の、この池からこう水が流れてくるところなんですけど、そこもちらっと見た感じあんまり見当たらないんで、やっぱりちょっと陰に隠れちゃってるのかなっていう感じですけど、まあとりあえずあっちの一番目の池から釣っていきたいと思います。でさっき下見した時になんかこの辺の、木の枝がメキメキって折れて、そっちにもちっちゃい川が流れてるんですけど、そっちにドシャーって落ちたんですよね。なんでしょうね、クマじゃないでしょうね。はい、今年も餌はイカです。はい、じゃあちょっと餌入れてみましょうか。まあいるとすればこういう岩の隙間とかなんですけどね。まあザリガニは匂いに敏感なんで、ちょっと匂いを嗅がせてやればすぐに出てくると思うんですけど、あ、いました、これこれ、こいつこいつこいつ、今餌のそばにいるんですけど、
はい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 、餌見つけましたね。はい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 、くくくくくく、かなり引っ張ってますこれ。くくくく、これ結構かなり引っ張られてますから、ほらほら来た来た、ちょっと出てきてくれるといいんですけどね。もうがっちり岩の隙間におそらく足を突き立ててこう引っ張り込もうとしてるんでしょうけど、おりゃおりゃ、くっ、出てこいや、出てこいや、出てこいや、くっ、くっ、うん、こっちの穴の外に、はい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 、餌はこちらですよ、餌はこちらですよ、そっちからも出てきて、きました、あ、隠れちゃいました、ほいほいほい、ほらほらほら、ほれほれほれ、ここのやつはどうだ、こいこい、つかめ、つかんだかな、これも小さいやつですね。そして右のハサミがちょっと壊れてるというか、一応はい、今年の第1号ですけど、かなりちっちゃいやつですねこれね、よっ、はい、今年の第1号です、小さいですけどね、はい、これはちょっとリリースしてやってもいいだろうけど、まあ一応どのくらい身が詰まってるのか調べるためにも取りましょうか、この隙間にいるやつが出てきてくれるといいんだけど、カモン、ほら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 ほれ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 、はいはい、もうちょっと、はい、そうはいかねえよ、掴んだからってお姉さんにあげるわけにはいかねえんだ、ほれほれ、もうちょい、ほいほれ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 、やっぱりね、こう水面からあげちゃうとどうしても餌を離しちゃうんでね、勢いよくやんないと、ほれ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 、よいしょよいしょよいしょ、はい、まあさっきよりは結構大きいサイズの
はい、第2号です。掴んでる。おっと、手前から引っ込んだ。手前から現れましたけど、ほい。さあ、よいしょ。オッケー。まあ去年こっちの池じゃ全然釣れなかったですから、まあまあの滑り出しなんじゃないですかね。今日は、今年は。この辺に餌をこう泳がせて、こう匂いを撒き散らしておびき出し作戦ですから。はい、とりあえず3匹取ったんですけど、ちょっと当たりが止まっちゃったので、とりあえずこの池はこんなところにしておきましょうか。じゃあ、次は向こうの水路行ってみます。3つ目の池に来ましたけども、まあいるにはいるんですけど、ちっちゃいのばっかりなんですよね。これは最近こう大量に取られちゃった後なのかなって、まあ毎年こういうこと言ってますけど、ちょっと今年は大きいのはいませんね。この餌のそばにいるんですけどね、あそこにいますよ。これもちょっと小さいですけど、小さいのばっかなんですよね。これも小さいでしょ、ね、こんなちっちゃいの。あっ、餌取られた。餌はうまいかい。はい、1時間ほど釣ってみたんですけど、まあ、最初の池で、3匹釣れた後は、2番目の池で、ちっちゃいのが1匹釣れただけで、ちょっとね、今年は釣れる数が少ないですね。はい、やっぱり近いうちにその大量に取られたかして、ちょっと大きいのがいなくなっちゃってるのかなと思うんですけど、まあこんな感じなんで。ただ餌がだいぶこう引っ張られたりつままれたりしてちっちゃくなっちゃったんで、餌ちょっとつけ直してもう一回やってみましょうか。というわけで午前中2時間半くらいですかね、まあ、一応やってみて、まあ、最初の池がほとんどですね、この取れたものに関しては。と沢と2番目の池はちょっとほとんど見かけられなくて、で釣れなかったんですけど、まあ、最初の池の、まあ、石の陰とかに餌を落としてこうおびき出して、で釣ったやつがまあこんな感じ、まあ、10匹くらいですけど、まあ、サイズ的にはあまり大きくないですね。はい。最近やっぱり乱獲されちゃったのか、大きいのはほとんどいません。はい。というわけで、まあ、今年はこれを食べるのに、スパゲッティに混ぜ込んで食べてみたいんですけど、スープは、カルボナーラにします。はい。ただ、ザリガニの身が小さいんで、こっちの、ベーコンに負けちゃうかもしれないんですけど、
とりあえずカルボナーラにします。じゃあお湯沸きましたんでパスタ投入。ちょっと鍋が小さかった。では食材に感謝して、はい、というわけで今回取れたのがこんだけでしたね。まあちっちゃい身ばっかりだったんで、まあほぼほぼ食べれるところはないんですけど、カルボナーラのソースの味に負けない旨味を出してくれるかどうか、ちょっと心配です。じゃあソースにザリガニの肉を入れていきます。はい、というわけで、ザリガニのカルボナーラ出来上がりました。フォーク忘れたんで箸で食べますけど、さて、まあ普通にカルボナーラだとは思うんですけど、じゃあこのエビの身を絡めのこれを一緒にこういきます。一応このザリガニの味は負けずに出てますね。はい、まあ、カルボナーラのこのチーズのかなり強い味に負けない、このやっぱ、そのザリガニはやっぱりエビの味に似てますから、エビの、まあ、カルボナーラとも言ってもまあ大丈夫かなっていうくらいの美味しさですね、これね。はい、あ、もうちょっとですね、ザリガニが多く入ってればもっとその、旨味っていうのが出たんでしょうけど、これだとやっぱりザリガニをこう一緒に食べないと、ちょっとその風味の良さっていうのが感じられないかなって思うんですけど、まあそれでも、確かに存在感は感じる味です。はい、完食でございます。ごちそうさまでした。はい、というわけで、ザリガニのカルボナーラ美味しくいただきました。で、今日はこれちょっと変えるんですけど、この、ザリ釣りをやった場所の結構近くにまたこうね、ザリガニを釣れるスポットがあるみたいなんで、まあ今日はちょっと小さいのしか取れなかったんで、ちょっとね、もうちょっとやっぱ釣りたいなっていう気持ちがあるんで、その別な場所に行って、まあ、近々ですね、またザリ釣りちょっとやってみたいなと思っていて、まあ、多分8月のうちに出せればなと思うんですけど、そっちに行ってまたザリ釣りやってみたいと思います。はい。
というわけで最後まで動画のご視聴ありがとうございました。よろしければグッドボタンをチャンネル登録もお待ちしております、関連動画再生リストからよろしければ他の動画も見ていってください。それではまた別の動画でお会いしましょう。